皆さんこんにちは、エンジェル R の高野寿司香です。今回はレッスン前に行うウォーミングアップというのをご紹介していきたいと思っております。主に動的ストレッチなのですが、動きながら行うことによって、筋肉の柔軟性と温度を上げていって筋肉を温めながらパフォーマンス向上、そして怪我予防などの効果があります。一緒にちょっとじまり汗かくぐらいちょっと辛いとこもあるかもしれないんですけれども、一緒にやっていきましょう。はい、そしたら始めていきたいと思います。もし家とかにこういう引くものがあったら引いていただいて、その上にまず仰向けになって寝てみましょう。で、手は横に置いていただいて、でお膝を軽く曲げて揃えます。で、そのまま右左と足を倒していきます。この時気をつけてほしいのが、肩甲骨がこう浮いてしまわないようにしっかり背中肩甲骨しっかりつけていただいて、膝を右左と動かしていってみましょう。ちょっと一緒にやってみましょう。呼吸と一緒にいきます。鼻から吸って口から吐きながら右、吸って吐きながら左、肩甲骨浮かないように気をつけて、吸って吐きながら右、吸って吐きながら左。そう、自分のペースで構わないので、右左と背骨がねこうツイストしているのを感じながら行ってみましょう。そう、しっかり息吐いてくださいね。はい、右左と何回か繰り返したら、今度は膝を少し開きます。肩幅ぐらいで結構です。同じように右左と倒していきましょう。今度は股関節の動きもしっかり感じながら、右左と呼吸と一緒に動かしていきます。で、なるべくね腹筋も抜けちゃうとこう腰が浮いてきたりするので、しっかり腹筋使いながらお腹しっかり入れときましょう。そう、自分の骨がしっかりね背骨ツイストされているのを感じて、はい、これも何回か右左左右に揺れていただいたら、今度手万歳して親指引っ掛けて上にぐーっと引っ張ってみましょう。で、お背中しっかり伸ばしていきます。アームスしっかり引っ張って、お背中長くして同じように右左と倒れていきます。吸って吐きながら、お腹も抜けてしまわないようにお腹しっかり入れて動きましょう。はい、これも左右に何回か揺れていただいたら、今度はまた手を横に戻してきて、今度は膝を少し上げます。だいたい膝下が床と平行になるぐらいですね。で、同じように右左と倒していきます。さあ、足を上げることによってね肩甲骨もちょっと浮きやすくなるので、しっかり背中肩甲骨床につけて右左と動いていきましょう。吸って吐きながら横に倒していきます。
はい、そしたら今度はつま先天井まで。で、同じようにこれもいけるとこまで頑張って右左と倒していきます。ちょっと足を伸ばすことで負荷かかりますけど、しっかり腹筋で支えて右左と倒していきましょう。吸って吐きながら倒していきます。はい、そしたらセンターで戻ったら、ちょっと今度は足を下げていきますね。2分の1ぐらい、最初少しつま先を遠くに引っ張りながら下げて、で戻していきます。遠くにつま先引っ張って長い足作りましょう。で戻す。呼吸と一緒に吸って吐きながら、はい、今度はギリギリまで、床ギリギリまで、そう、つま先遠くに引っ張り続けて下ろしてくる、で戻してくる。これ繰り返します。吸って吐きながら、つま先遠く遠く遠く、そう、つま先を遠くに引っ張ることをしっかり意識して足を下ろしていきましょう。はい、そしたら今度は足を置いていただいて、今度うつ伏せになります。今度うつ伏せになっていただいて、お膝を曲げていただいて、これも左右にうつ伏せで右左と動かしていきましょう。しっかりね、胸郭もねじられているのを感じて、しっかり骨盤から動かしていきます。呼吸と一緒に吸って吐きながら、そう、一応ウォーミングアップなので今ゆっくりやってるんですけど、あんまりゆったりすると眠くなっちゃうというか、どんどんリラックスしちゃうので、なるべくね早くやるように心がけてください。今はちょっとね説明のためにゆっくりやってます。はい、そしたら今度はそのまま上体を上げてきていただいて、セダの形になります。で、そのままお顔下でリラックスして、そう、ちょっと息を吐きながら上体を下に沈ませていきます。で、ここでちょっと右左と左右にお尻をちょっと振る感じですね。右のお尻後ろ、左のお尻後ろって感じで、自分のお尻感じながら背骨をこう屈曲させていく、しならせる動きです。ちょっとフリフリしましょう。はい、そしたら今度は右の方に重心を、右のお尻に重心を乗せていただいて、左手の方に右手を置きます。で、体側をねしっかり伸ばしていきます。で、この時お尻ね、やっぱり離れやすいので、しっかり右のお尻下、右手遠くでぐーっと伸びてみましょう。自分の皮膚も筋肉もね引き伸ばされるのを感じて、そう、吸って吐きながら伸ばしていきます。
はい、今度反対です。左に重心乗せて、左手、右手の方に置いて。深呼吸します。鼻から吸って、口から吐きます。はい、もう一度行ってみましょう。さあ、お尻浮かないようにしっかりお尻下下下、右のお尻下、深呼吸、鼻から吸って口から吐きます。はい、左行きます。さあ、左のお尻しっかり下に向けて、鼻から吸って口から吐いて、吸って吐いて、はい、そしたら吸いながらセンターです。で、そのままちょっと上体だけ起こしていきましょう。